さあ、オナユー、オナユーから小野瀬に入る、小野瀬、小野瀬、またしても相手のミスをついて一撃で仕留めました。今年の山口は明らかに違います。3対0、まあ落ち着いてましたね。実にワンチャンスをものにします山口。3対0、今度は小野瀬、今も高い位置で奪って森崎さん、きっちり仕留めました。うん、本当にこう狙いとしてるね、こう前線からの守備が図ってますし、そしてこれことごとく決めるんですね。そうですね、まあ、非常にこう落ち着いて、まあ、小野瀬が、ね、流し込みましたけど、まあ、非常に今日の試合に関して言えば山口の方は決定率がね